リホスラブリの紋章、リホスラブリは、ロシアのトベリ州中部にある都市。モスクワとサンクトペテルブルクを結ぶ、幹線鉄道上にあり、州都、トベリからは北西へ 41km。モスクワの始発駅からは 441km。人口は2002年全ロシア国勢調査で12,515人。リホスラブリ駅リホスラブリの場所には、 1624年に建てられたオスタシコボの村と19世紀初頭に初めて記録に現れたリホスラブリの村があったが1851年にモスクワサンクトペテレブルク鉄道が開通してリホスラブリに駅ができさらにここからトルジョークルジェフブヤ島を結ぶ支線が南西へ分岐し鉄道の町となった1925年には オスタシコボとリホスラブリは合併し死の地位を得た。17世紀にロシアがスウェーデンとのイングリア戦争で敗北した際、スウェーデン領となったカレリアからロシアへ逃れた、聖教徒のカレリア人がトベリ州などに住んでおり、1937年から1939年までの短期間リホスラブリにはカレリア人の自治中心地があった。 ソビエト連邦時代の詩人ブラジーミル・ソコロフは、リホスラブリ生まれで、女優オレーシャルーリンは、モスクワ生まれだがアメリカに渡るまでリホスラブリで過ごした。リホスラブリには、自動車部品工場、照明工場、繊維工場、食品工場などが立地する。ありがとうございます。